小樽運河工芸館として営業していた建築物。撮影日の2016年8月11日時点では、小樽イルポンテとして営業中。小樽運河工芸館は、北海道小樽市に、かつて存在したガラス工房。運営元は株式会社、小樽工芸社。小樽市に、ガラス工芸の文化が定着した時期である1988年に、小樽運河を一望できる。 小樽市色内町2丁目に開館した。建物は地下1階、地上2階のレンガ作りであり、1階は自社製品や北海道うちのガラス職人によるガラス製品の展示と販売コーナー、2階にはレストランがあった。ガラス工房自体は地下にあり、当時珍しかったガラス職人の実演を間近で見られる工房として人気を集めた。サンドブラスト。 吹きガラス、ステンドグラス製作など、ガラス製作体験メニューも多数用意されており、入館者がガラス製作を楽しむこともできた。開館3年目を迎えた1990年には、オタル有数の観光施設と呼ばれ、1000円程度の結婚式の引き出物から最高10万円のスポーツ大会用トロフィーまで、手作りのオリジナル製品で人気を博した。最盛期には、 個人旅行客や修学旅行生など来客数は年間2万人に上り、ガラスの街、小樽を代表する観光施設として人気を集め、中山美穂主演映画、ラブレターなど映画の撮影にも用いられた。小樽市内の文化の担い手と呼ばれるガラス職人には、この館での修行を経て独立した者も,も多い。1990年代には、 小樽のガラス文化の先駆けといわれる北市ガラスなどと共に小樽観光の人気を担っていた。二つのドーム型展望台を持つ建物も特徴的であり、1988年には小樽市の街づくりの一環として第1回小樽る市都市計鑑賞作品に選定された。選定時は現代的デザインを取り入れながらも小樽運河や石像倉庫など、 歴史的な景観に配慮しているとして評価された。当時の代表者はかなり無理をして立てたと語っていた。しかし2008年のリーマンショック以降、入館者は次第に減少を始めた。2011年の東日本大震災以降はさらに集客が落ち込み、小樽市内の多くのガラス工房が営業に苦しむ中、本館は入館者が前年の2割から3割にまで激減したことにより、 閉館が決定した。ガラス製作体験は、同2011年6月に打ち切られ、ガラス製品の売店も、同2011年8月に閉店した。周囲からは、閉館を残念がる声、営業継続を望む声などが寄せられていた。その後の2012年、小樽市内の別の町にあった、革製品、ガラス製作体験スタジオのエレポンテがこの建物に移転し、 営業を続けている。また新千歳空港にも支店があったが、そちらは別業者により、小樽ガラス工芸館として営業している。ありがとうございます。